こんにちは。さて、はい、なんかあのツイートしたんでしょ。そうなんです。私ツイッターで辻監督に質問したいことがある方はどんな質問したいですかって募集したんですけど、ここ 1,2 時間ですごい来てます。そりゃ来るよね。来てます。まずはいいですか。監督は何でも知ってるからね。ただ言えることと言えないことがあるいろいろありますね。まずは松坂大輔投手のことが聞きたいですと、はい、来季松坂大輔投手の勝ち星どのぐらいいけそうですか。まあ期待してますからね。期待してますか。はい。何勝っていうことはね、1勝でも多く勝ってくれればいいとは思うけど、それは当然年齢的なこともあったり、まあ、ローテーションを考えてこうある程度期間を置きながらっていうところで、いや投げてくれればいいと。俺は投げれればいい、試合に投げれるだけのもうしっかりとその体ができてれば当然いいだろうし、5、6、1、8、9という風に上がってくれればそれはいいだろうし、角の期待じゃなくて、うん、やっぱ存在感だよね、うん、やっぱ松坂の、要するに来年、まあ、開幕を迎えてその時期に来年自分が持ってる全てのものを出してくれればそれでいいと思うし、それをチームを引っ張れとか若手引っ張ってくれとか、うん、そういうのは望まないし、それをだから彼は絶対に来年もこれがもう最後のユニオームだと思って、必死でやると思うし、その姿が若いやつにとってすごく勉強になるし、何かあった時に話聞くのも、うん、勉強になるだろうし、だから測れないと数字以上にチームに貢献してくれるとは思う。だからね、野村監督に監督は言われたことがあるんだって、うん、もう引退間際よ、もう年取った時にね、もう新聞記者に、いやもう辻はもう終わりですかって聞かれた時に、まあ、あれだけ野球を好きでね、ここまで長くやってきたやつに俺から脱げなんて言えないって。だからそういう、さっきパッと聞いたんだけどさ、やっぱそういう言葉っていうのはやっぱり、いや本当はそういうふうに、あのみんなどの球でもそうあってほしいなと思うよね。あの野球界のために、野球界のために松坂にしろ、うち、まあ、去年入った宇都宮にしろ、うちベテランでとりあえず2人こう活躍してきたわけじゃない。そういう選手に対してもういいよとは絶対言えないもんね。だからそういう思いもあって、うん、監督は来年から松坂を扱う、まあ、そういう話があったんでね、いやもういいですよって話をして、松坂は、まあ、一番いいですね、西武に最初入団して、ね、最後に帰ってきてさ、また本当にあの頑張ると思うよ。でも松井和夫も言ってたけど、やっぱ最後西武に来れて幸せだった、うん、でも最後にまた西武に戻れて幸せでしょ。ああ本当ね、まあいろんなことがあっても西武には戻ってこれないと思ってたけど、そうでしょ、まあそういう形でこんな幸せなことはない。そうだよね、俺も日本ハム行って、まあ、コーチだけど帰ってこいって言われた時にはなんかやっぱ嬉しかったもん。一番最初自分がいたところってホームというやっぱり感じがあるするよね。やっぱり育ててもらったのもあるしね、やっぱり今はさ、やっぱり FA でどこ、まあそういう風な時代になってきたけど、俺も西武に入った時絶対辞める時は西武でユニフォームを脱ぐ、それぐらいもう必死でこう、ね、これを詰めようって入ったわけだから、みんなそうだったよね。そうだよ、出たいとか思わなかったよね。思わない思わない、うんうん、だから松坂帰ってきて本当喜んでると思うよ、ね、喜んで、うん、だからまあその喜んだのが結果として出ればいいよね。一勝でも二勝でもいいじゃない。うん、本当ね、ゼロだ一緒だって、マウンドに立ってくれたらいいよね。 その姿見たい人もたくさんしますもん ね、はい、続いてなんですけれども、守備の名手と言われた辻さんの、ま、ちょっと被るかもしれないですが、前回守備の何か極意みたいなものがあれば、モットーみたいなものがあれば教えてください。この前語り出したらお前朝まで語るよいいの？朝まで、いや、本当に朝まで、じゃあ趣味のことだけで喋ってって言ったら、はい、朝まで喋る男だから、ね、すごいですね、
すごい。あ、やっぱそのぐらい。いやもう親指の力の入れ方ぐらいからもやるね。そうそうそう。足の親指のまずそこからです。そうだよ。グローブのはめ方まであるからね。すごい。いやいやそうだ。だ簡単に喋れって言うけど簡単に喋ってもらうから。一番極意。極意。極意はやっぱりまず集中することと、まあ、ボールに対して攻めるっていうこと、絶対受け身にならないっていうとこじゃない。攻める、受け身にならない、そこで取りに行くとか、まあ、恐れないってことですか。突っ込むっていうか、うん、突っ込むとはちょっと違う、あの攻めるってまず必ずプッあの攻めるって入り方をして、それから待つやつは待つっていう、その一歩目が大事になってくるから、はい、その一歩目の出し方が一番あの重要になってくるかな。じゃあ今いる中でセカンドで、あこいつの守備はとか、そういう選手っていますか。セカンドできた、セカンドでか、高木さんセカンドか、はい、それ一歩目とかそういうその守備範囲とか、うん、もうそのこと考えたらやっぱ菊池が一番、まあ、そうだよね、セカンド限定だったら ね、その動き見たらやっぱすごいなと思う、うん、菊池選手ね。あと広岡監督と森監督の違いを教えてください。広岡さんはもう本当にね、はい、あの笑った顔を見たことないぐらい、あの人の前に立ったら筋がピーンとなるような、はい、ふっとこうベンチで眼鏡の奥からゲッて見られた時にチッとこうなるような、はい、うん、そういうなんか緊張する人だったね。たださ、監督も若かったっていうのがあるじゃないですか。若かった、1年目、2年目だからね。そしてまた、なんて言うんだろう、まあ、普通にまあベテランの人も俺に対しても普通だったからね、分け隔てなくということ、うん、まあ本当にちょっと緊張してたな、ずっと緊張してた。まず、お褒めの言葉がない、おしナイスバッティングとかない、いい守備だったね、ない。昔なんか褒められないよね、やって当然だから。そうなんですか。プロだから。お前らそれで飯食ってんだろ。今はね、褒めてるんですみたいな。もう褒めなきゃいけない。褒めちぎるよね。褒め潰すんじゃないかっていうぐらい褒めるよ。まあ、結構このことはいろんなこう話したりもするんだけど、はい、唯一一つだけさ、まあ、3人4人でこうセカンドの練習してて、まあ、セカンド前のゲッツーの練習しててね、ダブルプボテボテのボールをバンとバックトスするっていう練習をやってて、でそれがちょっとやけにうまかったんですね、多分。あおーって、誰でも一つは取り合うんだなって言われた。これが嬉しくてさ、あで、なるほど、最高の褒め言葉から、ね、広岡さんのもうこの言葉だけは忘れない。あまあ結構印象残ってるんでね。そうですね、まあ、野村監督が、うんうん、ね、あんな選手引退させられるかって貢献した人っていう、まあ、広岡さんもそう。森監督はなんか印象に残ってる言葉って。いや、森、まあ、いろいろ本とかにいっぱい出したから、森監督はの言葉はあるこう優勝争いをすごいしてね、あれどこだったかな、阪急かな、ちゃんとかやったかな、それですごい大事な試合でここ負けたな、ちょっときつくなんなっていう試合で、でノーアウト1、2塁かなんかね、バントで俺3塁線でバントから2つファールになって、でバスターが出たのね、それでカーンって打ったらさ、ショートゴロゲッツーになったのよ。うわーと思って、もう怖くてさ、優勝争いしてる時に、でその試合たまたま、こう言って秋山が多分サヨナラヒットだったかな、秋山センター前がタイムリー打って勝ったのよ。勝ったから余計にもうアンドカンというか、よかったっていうとこだったの。そしたらなんかもうベンチに帰って、あのロッカーに上がってさ、すっごい怖くなってさ、自分だけのこのなんかそういう何ていうの、全部のしかかってくるんだったらいいけど、チームに迷惑かかるから、そうで印象したかって しなかったら家族もがっくりだるし、子供たちもハワイ行けないとかそういうのもあるし。いや本当なんですよ。そうなんです。本当だって。やっぱハワイは大事なんですよ。いや、そんくらいずっと勝ってるから。そう、俺に聞かれてもわからない感覚だから。そうですね。そうですか、毎年、そうだよね。やっぱ今年もハワイだねってなりますもんね。だから夏休みなんかもどこも海に連れて行くこともできず、オフが優勝してから行くからなぐらいの、ね、いや、一生懸命やるわけですよ。そうか、そこも頼んでもありますね。そこで、ロッカーに帰ったら俺涙止まんなくなって、
うわすやらかしてこれで負けたら上偉い子だったなと思って、後で怖さが来たんだな。本当にこうタオルかぶって、あの時初めてかな、そうなんだ。でみんなロック帰って、それで、石川さんもあってライブやって帰れって、もう一番多分一番最後に帰って、それで帰って、でうちに帰って食事して、まあ 寝てもそれがもうこうなるから、もう2時3時ってなって、2時ぐらいかな、電話鳴ってきて、その子携帯じゃなくて電話鳴ってきて、で嫁が「パパだよ電話」って「誰？俺監督」っつって「ああ」っつって「はい何してんだ」っつって「いや起きてました」って言って、今それもそういうことをちょっとなんか耳にしたんじゃない、だから俺がこうロッカーでこう落ち込んでたっていうところが、でそこでまあ今日はこういう試合でもし負けてね優勝できなかったっていう結果になっても、誰もお前を責めるやつはいないよ、みんなお前一生懸命やってるのを見てるし、お前実際130試合近く戦ってきて、お前何試合チームのために貢献して、お前のあのヒットでいくつこう勝ったんだって話をしてくれて、まあ、その言葉がすごくなんかもうそこから野球観点でゴロッと変わったというか、だから普段からこういい加減なことはできないなって、逆にね、そうバンド失敗したら必ず一人先行って長くバンドやるとか、やっぱ周囲もこうやってやらせたらこうやってやるとか、だからそういうあの時に森さんのその言葉がすごくもう本当に野球プロ野球選手としてこの野球観というのが一番変わった言葉だったかもしれないね。逆に抜いたりとか、そういう姿をしっかりみんなにも分かっててもらわないと、いい加減にやったら一つのエラーがお前の責任だって責められるってことだよね。そう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 、いやいい勉強してるね。いろんな監督の名監督の、だからそういう、だからまあ今3つぐらい話したけど、だからその、まあ、西武の監督になって、やっぱ言葉ってすごく気をつけなきゃいけないなって、まあそうだね、俺が技術は高校教えるのにグラブでこうやってて、そんなも簡単なことじゃないですか、まあ、できる言葉だけはやっぱりもうちょっと本当にしっかり俺も考えながら選手と接しなきゃいけないなとはずっと思ってる。でもね、終始笑顔なんだよ。そうだね、そうなんだ、終始グランドで笑顔で、グランドで笑ってたって俺思うんだけどさ、らい笑ってるよみたいな、今になってみたいな。それやっぱなんか変化あるんですか、そういう終わらせようとか。この年でいいの来てグランドで野球できるんだ、こんな幸せなことないでしょ。あ、その思いが。そう、オフ何もすることなくないよりは、そらシーズン中勝ち負けで苦しいよ、苦しいけどグラウンドでみんなとこうやって野球やってる方が楽しいのよ。まあね、いや今多分全国見てる人が上司にしたいナンバーワンに辻監督もしてるじゃないですか。いや、ね、俺らはね、はい、こう若い頃からずっと同じ世代が生きてきたじゃん、はい、だから監督が笑った姿なんかグラウンドでね、見たことない、見たことないと思う、見たことないし、コーチの時もそうよ。ただ選手と話す時は笑顔でさ喋ったけど、でも打ち出したら絶対笑顔はないし、でも監督になったらニコニコしてんだから、あれなんだこいつみたいな。本当に今の子なんかさ、もう、まあ、チェンジになりましたって帰ってくる時とか、こうスタンドこう見ながらとか帰ってくる、俺スタンド見れなかったからね、元気の時。上がる時のこういうそんななんか見たことないし、ベンチ一直線で、そう、ね、下向いて下向いて、いや下向いても次のこと考えてさ、いや本当にね、わあそこに可愛い子いんなとかさ、もう今の子なんかも平気でそうやって言うけど、すいません、俺もそうだったな、見てた、いや弱いわな、いやいや俺じゃ恥ずかしいのもあるけど、やっぱりグランドじゃ現役の時はダメだったね。あの時代の西武だったらもうお客さん可愛い子だらけだったんじゃないですか、まあ、もう。いやそれは分かんない。いやね、だから分かんない。だからこういうところで笑ったりさ、だから現役の時も飯食いに行って、はい、ちょっと飲みに行った時に女の子たちこう言ってね、まあ野球、まあ、好きな子もいるわけじゃない。はい、あ西武のおじさんだったし、そういうわーって楽しんで笑ってると。おじさんって笑うんすねって。いや本当だったよ。そうでしょ。そう、いやだって、いやでもね、ほとんど西武の選手って笑った顔ってあんまり見たことない。ただマウンドに集まってみんなをちょっとほぐす時にみんなでニコってするようなことはちょっとあったけど、ほとんど見なかった。まあ勝ってわーってやるときはそうなるけど、まあそうだね、まあそうだね、あ今日もそうだもんね。
まあ、キワラは結構抜く。ああでもで伊藤もそうでしょ。そうだね。そうだね。石毛さんも、うん、石毛さんはなんかリーダー的にそうだね、そうだね、こうみんなをほぐすためにっていうのはあったかもわかんないけど、そう言われてもそうだね。そうだよ、だから怖かったもん俺は。スレーブはさ、スレーブ殺されるんじゃないかなと思って、いやほぐせたぞまだみたいな、そんな感じがしたけどね。すごいですね、強いチーム緊張感があるんですね。そうですね、はい。